お、これいい。いい、おぉ、ぶ、書いてない。あ、まずい。うわ、うま。何そのフェンス使った。うますぎる、十分すぎるダメージ。ワンダウン、ワンワン交換して。いや、でもそのノックダウンだる。お、ワンブランか。ボイキングバードスシャナム。おぉ、いや、これ頼ますじゃないの、上やりやってんだ。どれだ、 YouTube コイキング、グローか。お、行く。これは無理でしょ。リフトで行く。強い、うまい。グレも入るしな。お、いい壁、いい壁。それはもう 1v1 できますね。誰だ。あー、ラスト1人を取り切る壁か。でもここで壁使っちゃったのはので、次は使えませんよ。中はエヴァイーバーズ。あー、バローズがこれで顔を出してきます。エヴァイーは何人残ってる。3人だ。いや、でもこれねー、扉ドアがね、結構アンチの外側にあるから。さあ、バローズの張り付き、一人死んでます。外側から来るチームも死んでます。ということはもうあとはネクストが上から取り切って終わりでしょう。ここへ行きましょう。カタリストウルトをね、どう使うかだな。シャナムさん見るか。カタリストウルト溜まってます。右のドアの前にカタリストのあれを置いた。さあ、うまい。そ、うん、なかなかな、迷ってる。お、いいね。これでもうこいつらを取り切ればもうあとは普通いんのか。それまずい。それはし、おっと、これはエヴァイ3人生き残ってます。キル数もすごい。え、どうやって今、うわー、ちょっと今ミスったか。カタリストウルトむずいよね今の。迷ってたな、だいぶ。うわ、カタリストダリー、グレで壊しておきたい。あ、でもあれだもんな、カタリスト強化できる壁2個で、この建物はドア3つなんで。いや、うまい、うまい。んてかあれか、アンチ入ってねえなと思ったら構成変えてんじゃん。カタリスト抜いてバンガシア。うわ、うますぎ。バンガシアレース強そうだな。おっと、上出る判断か。うわ、3人当たった。おっと、これ利敵壁だ。いや、でも敵のルートがあるが、やりきる。え、キノトロ強っ。2人じゃない、キノトロ2人だよね。うん、まずい。うわー、ジップメン。え、エヴァイ2連チャンピオンじゃないこれ。 2? あー、3人のか。ワヤチャング、ガスウルトがたまれば下は簡単にやれそうだけど、なんかキノトロープ2人で勝ちそうな雰囲気あるな。場所は圧倒的にキノトロープより。まあ、なんならエヴァイーこれ下やりきって2位でも良さそうだけどな。あ、跳ね返ってた。ガスが溜まるかだよな。あと 25% 時間内には溜まらなそう。移動中に溜まるぐらいか。おっと、いや、割り切り。
いいね、先にドローンに行かせてヘイトを分散させたけど、あと一人か。いやー、そっち側に行っちゃうと奥の車線があります。これなんか3人生き残って生き返ってる。さあ新加入のボレブさん、これはもう寝てても勝てるでしょう。あー、ナイスゲーム。さあでも後ろ来ますよ。うまい。あー、かぶっちゃった。落ち着いてます。いやー、でもスキャンキャラがいない。うわー、後ろからジェダイとか顔出してきてます。まずい。うまっ。なんかもう俺勝つの。ジップメン。お、いいぞ、熱いぞ。ネイキッド VS ティーマヨ。おー、リブート壊されちゃったのは痛いな。クリプトがただのおじさんになった。さあ上を取って打ち下ろせたら圧倒的有利。はい、うまい。まあでもダメージ取れ的には同じぐらいか。このグレが入れば。入らない。3人映ってるから、これ木で詰めれたら。木の位置はちょっと、うまい。11トレード。いやー、しかし別の場の車線で結構食らってるけど、ワンベツなんかありそうな雰囲気ある。いや、さすがにか。別パーティー来てまーす。どこ？この場所へ行くわよ。これおっと、おお、壊される。まあアンチ入ってるのは次その前だから。お、いいね。これ右の車線切って左とファイトか。その使い方熱い。空爆からの右の車線切って左とファイト、これはもう敵何もできないだろう。春のね、カタリストの使い方がマジでうまいのが、本当に 1v1、 その3対3の対戦の時に、おっと、やられてる、なんだかんだ言ってる場合、間に。で、春ね、なんか 3v3 の時に敵を分断すんだよな、1、2とか。分断して、味方に全員カバーさせないようにして。うますぎ。それやんの 2v2 2v1 か。別パネにやられてる。じゃあ1本目は、おっと、グレー構えちゃった。あー、アンチはこれバローズ側です。さすがに感ある。これはさすがに感ある。リブートからのガスグレ、ガスグレをこの2人、今はこのバンガとパスがいるところに投げて、リブート打って貼り付ければ、まあ、ワンチャン生まれるぐらい。先に空爆投げられたらもう終わりだもんね、これリブート打つ間もなく。もうジブ空爆も投げちゃえよ。いけいけ、今、うわ、今、あれだぞ。操作してるぞ、いけ。やれ。あ、終わった。終わった。お、うまい。いや、ただリブート壊された時点で、もうきついな。そしてラストは、シコロクキック。血も涙も慈悲なんてない。